キリュウさん、伊達さんから聞いたわ。ハルカちゃんが交通事故に遭ったって。ああ、今意識不明の重体で ICU に入ってる。しかもハルカを引いた犯人はまだ見つかっていない。何か犯人につながる情報がないか探ってるところだ。キリュウさん、スマートフォン持ってるわよね。ああ、ちょっと貸してもらっていいかしら。はい、これでいいわ。ん？どうかしたのか。カムロ町の情報掲示板みたいなものなんだけど、そのアプリを今インストールしたの。もしかしたらそこに何か情報があるかもしれないと思って。ありがとうママ、後で試してみる。ちょっと待てや、おっさん。お礼に何か用か。ああ、いくらか金貸してほしいんだけどさ。すぐ返せっから財布出してくれ。そうか。で、すぐってのはいつだ。あ、んだとこら、てめえ、舐めてんのか！マジかよ、この親父、信じらんねえ。なんだ、騒がしいな。あんたは、ジャスティスの、レインメーカー。ずいぶん喧嘩慣れしたおっさんだな。君らじゃこの人は手に負えませんよ。僕らが守ってあげましょうか。いや、そんな、もう俺らはいいっすから。ほんと、なんでもないっす。そう、それじゃ俺らはこれで。なんか不思議なおじさんだね。ずいぶん雰囲気あるけど、ヤクザともちょっと違う。となると、元ヤクザってどこかな？当たってる？何者だお前は。僕は、ジャスティスの孔明。ジャスティス？新手のギャングってわけか。ギャングだなんて人聞きが悪い。むしろ僕らはギャングを潰すためにできたチーム。ジャスティスはその名の通り、正義を貫く若者たちの集まりなんですよ。ほう、正直そうは見えないがな。いつまで遊んでるんだ、孔明。すみませんすみません、面白いおっさんがいたもので。すぐ行きます。早くしろよ。彼は岡田和親、
金の雨を降らせる男、レインメーカーって呼ばれている。そしてジャスティスのメンバー3000人の頂点に君臨する男。何？3000？驚きましたか？この狭い町に3000人の勢力、バカにできたもんじゃないでしょう。彼のカリスマ性に惹かれて、ジャスティスには今日もたくさんの若者が集まってくる。若者の居場所のないこのカムロ町で力を発散したくてうずうずしてる連中がね。なんだかおっさんとはまた会える気がするな。それじゃ。しばらく見ねえうちにまたいろいろ出てきたな、この街は。ちょっといいですか？あなたすごく強そうですね。それに正義の心を持っている。いやー、目を見ればわかります。あなたならこの町を救えるかもしれない。誰だ？これはすいません。私、トラフルと申します。この町も随分物騒になりましてね。実は町の至るところで凶悪犯罪が起きてるんです。警察も手に負えないほどにね。こんな状況でのんびり警察に頼っていたら手遅れになってしまう。すでに被害を受けた人も多いんです。だから私、この町のトラブル用 SNS を開設したんです。この町で何か事件が起こったら投稿してみんなで助け合おうって。だからこの町を救うためにもあなたに力になってもらえないかなと。そうか、いいだろう。キリュウだ。キリュウさんですね。ありがとうございます。では SNS に登録しますんで、これでよし。これからカムロ町に起こっている事件が SNS に届きます。もし助けていただけるものがあればぜひ解決に協力してください。それじゃあお願いします。カムロ町を良くするために頑張りましょう。伊達さんか。ああ、俺だ。今は病院に秋山が来てる。用事が済んだら病院へ来い。俺はちょっと出かけるわな。分かった、すぐ向かう。それじゃな。
時間食っちまった。寝てろ。しばらく寝てろ。取らせよって、
初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。桐生さん。秋山。ん？なんだ、随分さっぱりしたな。いや、まあ汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんからお筋は聞きました。遥ちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それより桐生さん、遥ちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。桐生さんに一言挨拶したいって。沢村遥さんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。遥の子供を児童養護施設に送るってことか？ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村遥の親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせねえ。桐生さん、親代わりとおっしゃいますが親族ではないんですよね。でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります？何？はあ？いや、確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さんを預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか？そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。の俺も遥も施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみはそれを味わった人間にしかわからねえだろ。だから俺はまだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。はるかも目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。桐生さん、どちらへ？俺は遥の子をあんな奴の好きにはさせねえ。え？いや、桐生さん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう、桐生さん。あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。
今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません、でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあれば、この子は。何言ってんですか桐生さん、そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には春人は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうが、もうこの子には何もしてやれなくなる。遥も絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ、少し待っててくれ。ふざけるんじゃない、あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れて行く。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん、下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな秋山、行かせてくれ。考え直してください桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだそんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。キリオさん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまねえ秋山。本当にその子を連れて行くしかないんですか。
厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんなだから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。